こんにちは、桑名正則です。いつも波動チャンネルをご覧いただきどうもありがとうございます。この波動チャンネルでは、波動が変わる、あなたが変わる、人生が変わるのお話を、いろいろお伝えしてるんですけれども、今日はですね、ピンチの時の波動的な乗り越え方っていうことで162ページに関係するお話をしていこうかなと思います。で、まず一番大事なのって、ピンチの時っていうのは自分にとってその解決策が見えていない時っていうだけで、本当はできないことっていうのは訪れないですよね。必ず乗り越えられることが来てるんですよね。で、ただ自分の意識としてはそれが荷が重いというか、今の自分の能力では乗り越えられないと思ってるだけなんですよね。で、よくお伝えしている自己実現の話ですが、ほとんどの人は0から10まで能力、才能、可能性があるんですが、自分、ほとんどの人は自己限定をしているといつもお伝えしています。で、ここにいっぱいいろんな才能とか可能性があって、これを開いていけばいろんな願望が実現しますよ。それを自己を実現することなので自己実現って言うっていうことをお話してますが、ただ開いていくとプラスとマイナスは同時に開いて、このダメな自分っていうのも開いていく、そこは許しましょうっていうことをよくお伝えしてます。まあそれは、今日はそれがテーマではないので、詳しくはお伝えしないですが、でピンチの時っていうのは本当はもう自分はここのレベルなんだけど、自分の意識としてはまだ、意識としてはまだ3ぐらいの時。でも本当はここまで来てるんですよね。で、乗り越え方も乗り越える能力ももうあるんですよ。あるんだけど、自分の意識としてはまだ今までの自分なので、できないって思いがち。なのでピンチって感じるんですが、本当はここなので、それは乗り越えられるんですよね。それが、ピンチの時です。ただ、人生で思わしくないことが訪れた時、まあピンチの時って、それを乗り越えるために多くの人はどうしようって考えるんですよね。でも考えると波動って落ちていくんです。考えると波動って落ちていく。で、特に机に向かってこう書くと、形も波動なので、こういう体の形って波動が下がっちゃうんですよ。なので、ここを乗り越える自分にはアクセスできないですよね。で、ピンチの時にすごく大事なのは、まず一つ目は、乗り越えた、クリアした、クリアした自分に意識を合わせるってことです。もうクリアしてるんだって思うだけです。自分はもうそれクリアしてるんだって思う。それと、ここが大事です。リラックスすることです。必死になって考えようとするんじゃなくて、乗り越えた、乗り越えれるんだと思ってリラックスすることです。僕は散歩したり、お風呂に入ったり、あと、ドライブ行ったりします。まあこれがサイクリングの人もいるでしょうし、美術館行く人もいるでしょうし、カフェ行く人だっていると思いますが、とにかく自分がリラックスできることをします。で、三つ目。今の自分が何をしたらいいかっていうアイデアをたくさん出てきた。を書き出すこと。出てきたアイデアを書き出すこと。それで、出てきたものを一つずつやっていくと、このクリアした自分に意識合わせしてリラックスすると、そこにアクセスできるので、その自分が出してきたアイデアを一個一個やっていくと、ピンチはクリアできるんですよ。
ただほとんどの人がピンチになった時、あどうしようどうしようって言って、波動が下がることをしてしまうんですよね。波動がどんどん落ちる、こういう形、焦る、呼吸も浅くなる。そうするとできないアイデア、できない思考っていうのがどんどんなるので、そうじゃなくてクリアした自分にアクセスをしてできるんだと思って、次リラックスなんです。そうするとこれが出てくるんですよね。で、いつもお伝えしていますが、波動に応じて出てくる思考アイデアっていうのは全部違いますので、で、どうしようどうしようって焦ってこうやって机に書くと、ここのアイデアが出てしまうので、そうじゃなくてそれをクリアしている自分の世界にアクセスすることが大事。それには意識を合わせることとリラックスすることで、意識を合わせるとここにアクセスできますので、で、リラックスするとさらにここのが思考やアイデアに切り替わりますので、それをどうやって出してるか、それがピンチの時の波動的なクリアの方法なんですよね。まあそれ、ピンチの時ほどリラックスってすごい難しいんですが、何かあった時に、まずここでリラックス、まずこういう時にリラックスっていうことを心がけておかれると、波動をうまく使いこなして、ピンチをクリアする一手っていうのを出せるようになりますので、ぜひ、波動をうまく使うということを意識されるといいかなと思います。今日のお話はですね、ピンチの時の波動的な乗り越え方、どうやって波動をコントロールして乗り越えるかっていうことのお話をさせていただきました。参考になればと思います。いつもご覧いただきありがとうございます。